ベジータと私の勝負です。楽しい狩りが始まるわ。すぐするな。そういえば、なんでこいつらが戦うの？少し余裕が出てきたみたいね。どっちが勝とうが興味はないけどね。少しおとなしくなってきたんじゃない？さあ、隙を見せるから、そこを突かれるのよ。意外としぶといのね。いいんじゃない？ほらほら、ずいぶんと早いじゃない。両者ともに互角の勝負というところかしら。さあ、隙を見せるからそこを突かれるのよ。もう戦えなくなったのね。じゃあ次の人出てきてちょうだい。何まで借りるの？まあいいわ、好きになさい。なんと無様な姿か。どっちが勝とうが興味はないけど、少しは楽しくなってきたんじゃない？へえ、まさかまだ戦う気なのに。少しはやるじゃん。倒れた人はこっちに持ってきてくれていいのよ。私のおやつになるから。あら、こっちは少し疲れが見えてきたかしら。そのままさっさとやっちゃってよ。なるほどね、いいわ。その作戦がうまくいくか見物してあげる。見せてあげる。そうそう、これぐらいはやらないと。一人で何もできないってことね。ああ、隙を見せるからそこを突かれるのよ。あの子も合体してるのよね。サイヤ人って合体が好きよね。どうです、孫悟空。あたしとゲームの勝